あー、サミー、今日も冬だぜ。あの日奏でた音色はイベントお疲れ様でした。私4100位って言っても、まあ、ほぼ全報酬取ってプラス3万バッチぐらいでこの順位でした。皆様は今年最後のイベントランキングいくつでしたでしょうか。コメント欄で書いてください。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、コモアピです。今日はですね、まあ、イベントが終わった次の日ということで、プロセカの次回イベント、厳密には年末からだけど新年明けてのイベント、さらにカラフス情報など出たので、この動画でご一緒に見ていきましょう。この動画良ければ高評価チャンネル登録お待ちしております。まだまだ先ですが、登録者24万人見えてきました。ぜひおすすめから来たという方もチャンネル登録待っています。さあ、まず12月26日のプロセカ放送局シャープ3で発表された内容の中の、ゆく年くる年毎日楽曲キャンペーン、こちらが28日から開催されてまして、すでに初めての恋が終わる時、そして25時ナイトコードでイベント書き下ろし楽曲追加されてると思いますが、本日12月30日は金木星ですね。ビビットバットスクワット、動画上がってる頃にはもう追加されてるんじゃないかな。こちらもサブチャンネルの方でプレイ動画上げていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。それでは大きな情報が、6個くらい出てるんで、一つずつ見ていこうかなと思います。まず12月31日明日からですね、期間限定でバーチャルライブ体験エリアに2024世界神社が登場いたします。これは毎年恒例で、おみくじだったり正月コレクションボックス、お一人様1回限りの無料配布の甘酒などが登場いたします。おみくじに関しては、大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶、大凶の運勢が書かれたおみくじが計42種類登場いたします。おみくじを1回引くと思いのかけらが10個もらえます。お正月コレクションボックスですね、2024年のお正月限定コレクションアイテムとして、各ユニットやキャラクターをモチーフとした絵馬やお守りが出現します。コレクションアイテムはカスタムプロフィール等で使えて、これもバーチャルコインやクリスタルで引くことができます。で、甘酒はライボットみたいな感じですね。はい、そんな感じで予告、2024年新春初売りクリスタルショップ開催について、これも毎年恒例のお得なクリスタルだったり福袋だったり、販売期間は2024年1月9日までですね。ちょっと待って、2024言って、そっか今年末か、もう2023年が終わろうとしてんのか、早かったな。福袋4種類あって、で、そのうち3種類は2回ずつ買えます。まず優勝クリスタル3000個使ったらガチャチケット10枚、これでもう元は取ってますね。さらに思いのかけら1500個もらえるセットだったり、ボーカルカード交換チケットは布糸、種、しずく、コインがもらえるセットだったり。で、一番高い1回しか購入できない福袋に関しては9000円なんですが、ガチャチケットは10枚しかもらえませんが、スキル用アップスコア上級が20枚。お、思いの準決勝2個、もうこの時点でなんだかんだ元取ってるんですが、練習用スコア上級30枚、種100個バーチャルコインやコインがもらえます。はい、初売りクリスタルセールですね。これも2回買えるんですが、3000円のやつ買うとボーナスが500個もらえて、5000円のやつ買うと850個もらえて、1万円のやつ買うと1800個もらえるといった感じです。予告、ゆく年くる年ログインキャンペーン10連無料ガチャですね。明日12月31日年末12時よりキャンペーンが開始されます。ログインした方すべての方にハッピーニューイヤーのスタンプとカスタムプロフィールの素材として使用することができるエマ、さらに最大10連無料ガチャが7枚プレゼントされます。10連チケットに関しては1回のログインで1枚もらえるって感じなんで、この期間中7日間ログインして70連分無料で引いていきましょう。で、そのガチャチケットはどこで使えるのかというと、いつも通り10連無料ガチャチケット用のガチャが登場します。本ガチャで出現する星4メンバーはファントムチェイサーガチャなんで、テストは3点笑顔満点のアンちゃんのバナナやつですね。そこまでに登場した工場星4メンバーです。限定キャラは出ません。プレミアムプレゼントガチャ、これは優勝クリスタルを使ってガチャを引くと星4メンバーが確定で1枚もらえて、さらに衣装がついてくるっていうガチャです。こちらもよろしくお願いします。予告、新春カラフルフェスティバルガチャ、ギターフェスゲン、イラストも出てますが、モアモアジャンプでしたね。で、前回のモアモアジャンプのフェスゲンっていうのがはるかちゃんとアイリちゃんだったんで、今回みのりちゃんとしずくさんということになります。3周年以降からプロセカを始めたという方、ぜひお聞きください。カラフェスというものはプロセカの通常の提供割合星4 3% っていうところが倍になった6%になります。ピックアップメンバーも多いんで、いつもよりピックアップが出る確率も上がってます。ただ開催期間が1月4日ということで非常に短いです。カラフェスっていうのは3ヶ月に1回来るんで、その3ヶ月の間で貯めたクリスタルをここでいっぱい引いて星4いっぱいゲットしましょうっていう流れですね。はい、今回のフェスゲン、みのりちゃんとしずくさんなんですが、フェスゲンと同時に限定ガチャキャラも先行ピックアップされています。その期間限定新メンバーっていうのが秋山みずきちゃん、日の森しほちゃん、メイクさんの3名になります。計5名が今回のフェスゲンのピックアップということになります。まだちゃんとイラスト見てないけど、見るか。しーちゃん、ちょっと待って。
みずきちゃんとしーちゃんよ。てか、しずくさ、あなた、いやなんかね、アニマルポリスガチャの時、みのりちゃんとしーちゃんがイベントメンバーでさ、そう考えたらクソ早いよな、2位5のイベント挟んだ後にまたピックアップされてるんで、しかも限定。恐ろしい。いや、みずきちゃんのヘアスタイルチェンジちょっと気になりますね、これ。まあ、確率2倍なんでね、今回引くという方、やっちゃってください。僕も何連するかちょっとまだ決めてないんですが、ご一緒に頑張っていきましょう。ってことでイベントも告知されてて、予告イベント、変わらぬ暖かさの隣で開催について、みずきちゃんバナーの今後イベントで、シオンは、まあ、さっき言ったフェス限以外の3名になります。イベントは月始めなんで、チアハルカーニバルイベントって感じです。これはどっちか選んで勝ったらいっぱい報酬もらえますよってイベント。ざっくりしすぎてたかな。開催期間なんですが、31日の15時から1月7日20時59分まで。その次の日にまたイベントが告知されて、9日からビーバスのワールドリンクイベントが始まるって感じです。忙しいですね、プロセカ。今回のテーマ、お正月に食べたい料理、お雑煮かおせち、好きな方選びましょう。タイボーナス、ミステリアスからのキャラクターボーナス、メンバーボーナス。まずキャラクターボーナス、天馬咲、日の森志保、朝日奈真冬、秋葉瑞希、メイコさん、レオニードって感じです。なので報酬枠が今回確定しまして、さきちゃんと真冬さんですね。まあ、どっちが星さんでどっちが星2なのかまだわかんないんですが。いやー、これちょっとバナー見ましたけど、お姉ちゃん登場する感じか。ちょっと最近25さん泣かせに来るイベント多いね。年の瀬のある日、お正月に海外で働いてる姉が帰ってくることを知り喜ぶ瑞希。幼い頃、姉と買い物をした温かい記憶を思い出した瑞希はまた二人で出かけようと姉を誘い、お姉ちゃん帰ってくるんすね。やべえ、もうほぼナルトの許せサスケのシーンじゃん。ちょっと年末、いやもう新年からぶち込みますね。イラストがいい。編成組んでいきます。はい、編成組んでいきました。ミステリアスイベ、そして混合イベってこともあって、すごく組みにくいのかな。うん。まあ、なんとか星4、4枚。メイコさんに関しては、レオギメイコさん持ってなかったんで、オリジナルメイコさん採用させていただきました。うん。相当かけてももうこれしかいないんで、一応真冬さんとメイコさん以外は、星3でも組めるのかな。まあ、僕はこの場合ピックアップ、メイコさんが出てきてくれたら編成組みやすくなるって感じか。まあ、一応スペスキ重視で編成は組んでいます。皆さんも自分に合った編成組んでみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで、まあ、年末フェス限が登場するときは情報が12時に更新されるということで、ちなみに僕は今日起きたの12時2分だったんですが、プロセカは行く年来る年キャンペーンでね、今もずっと毎日楽曲が追加されていくし、イベントも始まるし、フェスもあるし、ビーバスのワールドリンクイベントも迫ってきてると。そして1月下旬にはリアルイベントがあると。1月も楽しめそうですね。そんな感じで、明日もどうせ言うと思いますけど、皆様良いお年を。動画が良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。you